アンジェルドだ。ポーランドの大統領には、以下が存在する。ポーランド共和国、第二共和制ポーランド共和国大統領。ポーランド亡命政府ポーランド共和国大統領。ポーランド人民共和国1944年から1947年、全国国民評議会議長。1947年から1952年、ポーランド共和国大統領。 1952年から1989年国家評議会議長1989年から1990年ポーランド人民共和国大統領ポーランド共和国第三共和制以降ポーランド共和国大統領ワルシャワの大統領宮殿1997年の憲法が定める主な権限は以下の通り 大統領の権限は1997年の憲法では制限されており議員内閣制に近い政治体制になっている。ポーランド共和国憲法を在任中に暗殺。クーデターにより辞任。ポーランド社会党が事実上の与党。実権はポーランド統一労働者党中央委員会と第一書記。在任中に死去。第一書記を兼務。 ありがとうございます。